あんパンからあんを抜いたらパン、豚まんから豚を抜いたらまん、ではたこ焼きからたこを抜いたら焼き、ビーホッシュです。ということを秋の夜長に考え出したら眠れなくなってしまい、起きたら昼の2時で無性にたこ焼きが食べたくなったので、今日はたこ焼き。どこでも食べれるやんっていう話やねんけど、今日は元祖なんかたこ焼きの始祖みたいなところがあるんですよ。大阪市内のちょっと南の方やな、あんめ村や。たこ焼き屋一軒あるけど、甲賀焼き、いや、あれは元祖じゃないね。マヨネーズ乗ってるってあんまないからね。マヨネーズ乗せ始めたんがあれか、甲賀屋か。甲賀屋じゃないや、甲賀流や。なんぼいい熟く550円。甲賀流はちょっとあのちっちゃいねんな。熟く550円、熟を食べてお腹いっぱいぐらい。お腹いっぱいにはならんか。だからなぜかあの元祖たこ焼きの店は大阪の中心部からちょっと離れたところにあんねんな。自転車乗り的にはあの上村パーツがあるんで知ってると思うけど、あそこ行く途中にある会津屋ってところに、あそこが元祖だし、なんとあのおいしんぼにも登場したらしいでそれは間違いない。はい来た、はい来た、ここが元祖らしいぞ、会津屋。いつか食べてやろうと思ってたから。ラジオ焼き、これは確かに牛筋が入ってねえ。じゃあラジオを抜いたらやっぱこれは焼きなのよ焼きなのよ。まあせっかくなんでこれね、まあ、じゃあこうしよう。2種盛り1つ、2種盛り、うん、はい、1からお焼きさんで少しお時間よろしいですか。はい、来たぞ。結構小ぶりだね。こっちがラジオでこっちがタコ、まあ、タコからいただきますと。うん、あくうまっ。生地に結構味がしっかりついてる。こんなんまでも全然おいしい。うん、あうまっ。ラジオ焼きうまい筋うまい。頼んで。とはいえやっぱりソースは欲しいよ、ね、さらっとしたソースだね。ウスターか、うん、うまい。ちょっと失礼してこの筋を開けさせてもらった。おう、そうだね。これちゃんと結構処理してある。うまい。筋焼きでも結構うまいと思う。ネギ焼き風の。たこ焼き元祖ラジオ焼き、あいつやうまかった。筋うまかったでね、生地が結構しっかりめに味付けしてあんねん。だからあの子供のおやつっていうよりもう酒のあてや。いやマジでうまかったで。ちょっとお高いけどね。で量も少なめやけど、あの筋の味はかなり上位。だからお酒飲める人はビールとラジオ焼きセットで行ってください。完璧です。そうか、自転車チャンネル、自転車チャンネルでビールとか勧めたらいやでもあれお酒飲める人最高やと思うけど、ラジオ焼きとビールが一番いいと思う。だからもともとなんか酒のあてでお客に出しとったんやろな、これどうですかみたいな、試しに作ってみましたみたいな感じでね。でこれ、ああ食べたらうまいやん、おおええやんということで広まっていったんやろ。でその途中の段階でいつか、いつからか酒のあてから子供のおやつになったと。で腹の足しになるように、まあ大きくなり、ソースも甘くなり、なんかいろいろマヨネーズのけたり鰹節のけたりで、ゴテ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 後付けされていって広まっていった。ただ源流としてはあれだけシンプルな方が確かや、あれ自体で完成しとるからね。
で小ぶりなのももともと酒のあてなので、締めに食べるもんやから、そんなお腹いっぱいになったら逆に困る、ね、だからあの大きさに、ね、で味付けもそんなに甘くないと、ソースもそんなに甘い感じじゃなかったし、あの味変のやつもな、どっちかというとあの酒場にあるようなやつな、七味とか酢醤油とかね、だから元祖やでな、わかるわかる、あれ一個でもう世界観がねできてるわけですよ。はい、まあこの食文化の歴史がなんとなく口の中に広がって頭にパーッと伝わる食い物っていうのは価値があるよ知ったようなことうまいしか現場では考えつかない、後出しじゃんけんではいくらでも出てきますが、この後から出てくる解説を現場で言えるようになったら、俺もちょっとグルメレポーターとしてやっていけないかんせん、あのうまいしか言わねえ、いや考えてるんですよ、ただあの後から全部思いつくんでね。でパン屋、この辺で有名なゴッホ、お邪魔、俺こういうパンがめっちゃ好きやねんけどな、今日はこれでいこう。問題はね、俺最近これでリュック背負ってないから袋もらえばよかった、しまうとこないねんけど。長い公園やってきたぞ。まあ紅葉は全然やな、どこもかしこもまだ真緑、ウエスト細っ、芝生はチャリ入ったらいけませんとか言ったら、なんでやねん、なんでやねん、ランニングも禁止かい、なんでやねん、デブを極めるためにこれ粉もんに粉もんを重ねていかないと。パン屋飲みます、雨降ってきた、うん、うまい、なんかうっすら虹がかかってるな、全然綺麗じゃないけどね、雨ですやん嫌だわ嫌だわ、どっかで雨宿りしよう、雨雲レーダー見る感じすぐやむやろうから、ここで雨宿りしながらパンと、あ、うまそう、うまいで、ここのパン屋も今日は大当たりやな、うん、雨も止んだっぽいんで再出発というかもう帰ります早い、長井公園はあれやな、全部真っ平やから、どこもなんかオフロードのこの山がないね、服部緑地とかは結構あんのにな、大阪城はあの天守閣に登るところがちょっと面白いね、ここはほんま真っ平や、今日は大阪市内南側から風が吹いているんで、戻る方向は北側なんで、あんまり早く走るとあの前方の雨雲に追いついてしまうので、ぼちぼちで行くぞ。上村サイクルパーツ行くたびにあそこのたこ焼きが気になってて、今日行ってよかったほんまにね、ラジオ焼き筋がね、ほんま重かった、うん、高いけどまあうまいです、行ってみてください。10月のデブ祭第3弾どうしようかなって考えてんねんけど、ラーメン行ったでしょ、たこ焼き行ったでしょ、まあ秋やからちょっと道の駅とか行ってみましょうか、ほなまた。